まあ C っていう国から見るとね R っていう国は思想は独裁政権で似ているんだけどもいつ寝首をかかれるかわからないような存在だったんですよねまあそこに格好の条件とそれからね対立していたはずの民主主義の資本主義の国から手を差し伸べられたと、まあ、この国も警戒しなければならないけどもまあでも使い方によっては、うん、今回 台湾方面に土地を広げようと思ったその作戦がね一時棚上げにしてもあこれは東の方に北の方に広がるじゃないかみたいな感じでねまあお釣りが来るぐらいの、うん、美味しさがあるかなっていうのでまあ一時的に合意して共謀するということもありますよねまあそれでねえあ、ー、るっていう国がなんか知んないけども経済的に疲弊してるから救助に向かう経済的支援に向かうという名目で 軍隊をはじめ、えー、C という国のね特殊部隊があるという国に入っていきそこの自治をするという名目でですねどん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 深く入っていくということですよねそれに対して、えー、国際社会はもう見て見ぬふりというふうになってくるとあるという国は一層この時に C という国にお名を着せてもうね飲み込んで飲み込まれてしまえと。 いうことですよねそしてギリギリの線に行ったところでちょっとやりすぎじゃないのってことでね残った狭いあるっていう国広大だったあるっていう国は元の表面積のもうね10分の1ぐらいになってしまって日本のその時はね4倍か5倍ぐらいの面積が残されてるだけ北の本当にね国家の地、うん、シベリアの1区画があるっていう国になってしまい国境変更がそこでね大幅に行われて。 え、A っていう国と C っていう国の干渉地になると。ね。アラスカを挟んだ土地が、まあそういうふうなね、ロシア領自治区というふうなね、形になるということで、うん。ロシアに残存した国民はそこで非常に寂しい時代を過ごすということなのかな。すごい、ね、これは都市伝説ですよね。まあそんな密約はないよというふうに私は思いますけども、 うん、まあ、ここにね、都市伝説として届くくらいなんで、このぐらいの陰謀を、A っていう国とか C っていう国のね、代表が考えないわけないよなっていうところがあって、非常に怖いですよね。まあ、あの、平和でね、お互いの権利を尊重して、誰も侵略することがないように、誰も傷つくことがないように、本当に安定した平和な世の中を、 望みま,すうん、まあ陰謀論がいろいろね出てきたりとかねすぐにネオナチだとか言いますけどもなんかネオナチ論者の話を聞いてると結局は人類全体がもうネオナチなんだろうな <laughs> と思いますよね。ネオナチネオオナナチチって言ってるやつがネオナチなんじゃないかなみたいなね、うん、その情報の発信源をまず疑いというそんな話もありますんでね。 はいえー、今日はそんな形でちょっとねバッテリーが切れて上下2巻に分かれちゃいましたけども、うん、まあ非常にね怖い陰謀論がたくさん届いたそのうちの一つをちょっと紹介しましたあくまでこれ陰謀論なんで具体的な行動にはなってないと思いますしそう願います